おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1398です。はい、今回紹介するのはですね、前回の最後の方にも言ったと思いますけど、今回は SIC ですね。こちらの方を紹介したいと思います。で、こちらなんですけど、一応最初に出たやつが一般販売で、それ以降が魂ウェブ商店にはなっておりますが、今のところ順調にね、ちょいちょい出ておるというシリーズの SIC を紹介したいと思います。それがこちら。じゃんと。はい。こちらですね。SIC の魂ウェブ商店仮面ライダーガイムイチゴアームズ。こちらの方をね、紹介したいと思います。一応ガイムに関しては、いっぱい出てるっちゃいっぱい出てるんだけど、結構限られてるっていうか、勝ち時がイベント販売、それと後日抽選販売というね、かなり限られた方法でしたけど、それ以外は魂ウェブ商店のね、受注になってるんで、まあ比較的入手しやすい部類ではないかなという感じでしょうかね。はい。一応パッケージっていうかね、まあ輸送箱はこんな感じですよと。で、裏側がこうなってまして、今回ですね、発売月にですね、これしか買わなかったということで単品発送になってしまったんで、ここのところに伝票がベタッと貼られております。一応ここのところに SIC 仮面ライダーガイムイチゴアームズというふうに、まあ日本語表記で書いてあるという形になっております。まあ一応こちらに関してはいつもね、輸送箱という感じになってます。はい、ということでこちらですね、ここから開けていきたいと思いますが、ここテープだけカットしてあります。はい、ではレッツオープン。はい、輸送箱から出したのがこの状態となります。こちらが仮面ライダーガイムイチゴアームズですね。はい、こんな感じとなっております。一応モチーフはなんか忍者っぽい、なんかそんな感じみたいですね。で、側面がこういう感じ。まあこれが普通のすだちの状態ですね。で、裏がこうですよと。一応こういう風に、まあ刀っていうかね、こういうのがあって、まあ短い短刀なのか、クナイなのか、こんなのがありますよと。で、さらに反対側がこうで、で、あと上と下という風になっております。で、見ていただいたら分かる通り、まあ、いつものパターンなんでね、これ、特に武器名とかが何も載ってないって言って、そのまんま、イメージでこういう風になりますよっていうのが載ってるだけという形ですね。はい。で、無双セイバーの形が今までと違って、背中に背負うっていうね、そういう形になってるんで、今までとはちょっと違うという形になっております。はい。では、これですね、ここから開けていきたいと思います。では、レッツ、オープン。はい、箱から出したのがこの状態となります。いつもの鎧台ですね、あと刀台と、この辺に、まあ短い短刀なのかクナイパーツ。あと公開の手首パーツと、こちらが今回の無双セイバーですね。で、鞘と刀ホルダーと、こちらのロックシード。で、こちらが鎧台専用のマスクパーツ。そして、ガイムイチゴアームズという形になっております。で、ドンと、いつものパターンで説明書ですね。これをペラッとめくっていきますと、ここですね。ここのところに、一応セット内容というふうに載ってまして、取扱い説明書、ガイム、イチゴアームズ本体、公開の手首パーツ、イチゴロックシード、無双セイバー、カッコ忍者等ですね。一応形が変わったと。そして、鞘と刀ホルダー、クナイ。やっぱりクナイですね。装備用と手持ち用ということで、装備用が6個、手持ち用が3個。そして、まあ、飾り台って書いてあるんでね。まあ、鎧台ですね。それと、刀台と支柱。で、あと、屏風ですね。一応そちらに関してはちょっと後でね、お見せしますが、一応こういうのが付属品となってます。で、一応こちらはね、中を見ていくとね、いつものパターンだと思いますけど、まあ、装備のさせ方がこうですよと。で、鎧のディスプレイがここから始まりまして、で、ペラ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 っといって最終的にこうなりますという形になっていると。はい。で、屏風っていうのがいつものパターンで、こういう風に、これですね、キラキラのこいつです。で、ちょっと縦にね、こう線入ってますけど、これを折り返すことによって、飾り台のところに鎧つけたやつの後ろに立てることによって、金屏風の前に鎧がバンとあるという形にできるという形のものが、いつもの通りついております。まあ、こちらに関してはね、使わないんで、まあ、これはこのまま置いておきましょう。はい。ということで、こちらですね、このケースからパーツ一式全部出してね、準備していきたいと思います。はい。パーツ一式準備できました。こちらが鎧台関係ですね。で、公開の手首パーツと、ここのところにロックシードがあります。こちら、イチゴですね。イチゴロックシードの閉じてるやつ。こちらが鞘。無双セイバーの忍者刀。刀ホルダーと、こちらがイチゴクナイですね。で、もう一個こちらにあるイチゴクナイ。これが手持ち用。こちらが装備用というふうになっております。そして、イチゴアームズというふうに置いてあります。はい。では、とりあえず、パーツの方ちょっと手前の方にザッとね、寄せちゃいまして、これから説明していくんですけど、実はですね、説明書の方にオレンジロックシードっていうのがあると。で、そのオレンジロックシードどこにあるかというと、こちら本体の腰ですね、ここのところにこうやってついております。なので、開封した際にあれないかもっていうことがある可能性があるので、あらかじめチェックですね、パーツ一式
まず開封してみてないかどうかっていうのを一応説明書と照らし合わせて確認しておく必要性があります。一応私のやつはね特に問題なしでありましたんで、これで OK なんで進めていきたいと思います。まず装備品なしの状態でぐるり回すとこういう感じですね。ぐるっと回すとこうですよと。で外部はやっぱりオレンジ色のイメージがちょっとあったんですけどね、今回はイチゴということで結構赤パーツが多くなってますよと。あとですね、腰回りのここのところが前までこうやって結構長かったような印象だったんですけど、今回はそういうことがなくなったということで、かなりまあ動かしやすいような部類になってきたんじゃないかなという感じでしょうか。あと角ですね、こちらも今回忍者がベースということで結構角もね短めになってると、そんな感じだと思います。ではこの状態での稼働範囲、まずこのパーツちょっとねガタガタするんですけど、これボディ側にねパチッと止まってるわけではなく、そのままスポンと乗っけてるだけなんでちょっと安定感は悪いです。で頭部は左右こうですね、まあ、一応内側のところでガリガリっと当たりますけど、一応可動範囲は全然問題ないんじゃないかなと。上とかね、あと下とかも全然問題ないよと。はい、ちょっと下にしすぎるとちょっとかなり埋もれちゃう感じになっちゃいますかね。まあこんな感じで動かすことができますよと。はい、で、次腕ですね。腕に関してのお話ですが、肩アーマーこちらですね、これが腕側にくっついている関係で問題なく動かせますよと。ただ腕のここの形状がちょっと特殊なんで、それの動かし方に慣れてないとあまり広くね動かせなさそうですけど、まあ、とりあえず稼働としてはまあ大体問題なく動かせるかなと。やはりちょっと特殊なんでそこだけかなと。だからこれをうまーくグイって動かしてあげると真上とかもいけそうです。で肩アーマー自体は根元のここでボール、でさらにこいつが独立して跳ね上げとかひねりができるんで結構自由に動かすことができます。で素体は多分共通になってるんで、肘の二重関節とか手首関節のところにジョイントが入ってるっていう、これに関しては基本的に一緒と。で左右で肩の形状が違いますけど、これも同じですね。根元のボール、ここでの開きとひねりはできるんで、まあ問題なく動かすことができる、そんな感じになってます。でボディに関してはここでグリグリ、まあ二重関節ですね。であまり大きく動かすとここのロックシートですね、これがポロッと取れちゃうんで、そこだけちょっと注意点ですね。まあここは取れてもいいんですけどね、ちょっとちっちゃいパーツなんでなくしたら嫌なんでね、ここだけちょっと注意点ですね。はい、で一応こちらの開いてるロックシートですね、これに関しても外すことができるようにはなっております。で左右のこの辺が一枚一枚ねペラペラっとついてるんですけど、これ軟質でつながってるんで問題なしと。ただ足を大きく広げるとかすると、多分ここの部分がやっぱりね干渉しちゃって、このロックシート外れやすいと思うんでね、そこだけ注意点ですね。でこちらのパーツは太ももの部分にくっついてるんで独立っていうかね一緒に動いてくれます。まあ前はこれぐらいですね。で後ろはまあこんなもんと、まあ上下っていうかね前後はこんなもんです。左右はこれぐらいで、足はここで、まあ、二重関節なんですけどね、結構鎧っていうかごっついんでね、ちょっと干渉源は大きいですけど、まあこれぐらい曲がりますよと。で足首に関しては従来と同じなんで全然問題なく動かせます。つま先もこうやって稼働しますと。で今ちょっと動かしてる最中にポロッといきましたけど、やはりここのロックシードはやっぱ外れやすいですね。ここもうちょっとピン長いとかね、もうちょっと内側に返しみたいなのが入っててプチッと入ったらもう取れないっていうかね、簡単なことでは取れないようぐらいの保持力が欲しかったかなという感じですかね。一応元に戻しました。はい、ではですね、次にフル装備の状態にちょっとしたいと思いますんで、肩とかねその辺につけるイチゴクナイですね、そちらをちょっとつけていきたいと思います。で用意するのがこちらのイチゴクナイの内側にこうですねピンがあるやつですね。こちらのやつを全部で6本ちょっと用意したいと思います。はい、用意できました。ということでつけていくんですけど、これそのまんま肩アーマーとかにある穴ですね、そこのところにブスッと差し込むだけと、こういう感じでつけていって、残り同じパターンでそのままサクサクっと刺していけばつけれますよと。で肩アーマーに対して全部で、4本ですね。で腰に2本という形になってるんで、全6本使っちゃう感じですね。こういう風につけていくと、で腰のところですね、後ろのここに2箇所あるんで、ここに対してこれを差し込んで、これでマウント完了という形になります。はい、でこういう風につけましたよと。でこういう風についたらですね、あとは刀ですね、まあ、無双セイバー忍者刀バージョン、こちらをつけていきたいと思いますが、じゃんと、多分ここの部分に関してはだいたい似たような形状というかね、これもやっぱり形変わってますね。うん、ちゃんとこれね一個一個ちゃんと作ってるっていうのはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。でこれ全体は鉄が使われてないんで、刃の部分は結構柔らかいですね。まあ、ぐにゃぐにゃまではいかないですけどね。で、こちらの鞘の部分にシューパチンと入りますよと。そして、こちらを留める刀ホルダー。これを背中ですね。ここのところにある穴のところに、これをブスリと差し込んであげて、そしてこれを取り付けると。
まあ、こういう向きでつけますよと。で、これグッと入れるときに擦れたりするんでね、その時に色ハゲですね、それがないように注意した方がいいと思います。どっちかっていうとこういう風に入れてひねった方がいいのかな。でもそれだとまた破損する可能性があるんで、こちらに関しては無双セイバーよりも先にこっちを入れた方がいいかな。はい、なんとかつけることができました。一応これでフル装備状態ですね。で、こちらの忍者刀っていうかね、これとか区内の持たせ方になりますが、こちらの手首ですね、これを普通にパンと取りまして、武器持ち用の手首、これをここにつけますよと。で、あとこれ以外の付け方としてはいつもと同じですね。ここのところから、まあ無双セイバー忍者刀を抜いて、説明書の方ではちょっと逆さ持ちにしてるんで、そのまま同じようにね逆さ持ちしたいと思いますが、こういう風に持たせると、まあ取り付けることができるよと。はい。で、ちょっと今腰から抜けてしまいましたけど、こちら一国内に関してはこれは装備用のものになってますんで、手持ちのものと別という形になってます。で、何が違うかというと、これを見ていただくとね、ここのところにホルダー部分としてこうパーツがついていると。で、こちらの手持ちのものはそこの部分がなくなってるんで、その違いだけだと。はい。こういう風に見ていただくと、この刃の部分のところに黒いものが あるかないかの違いだけなんですよね。なので、ここの部分ですね、これ気にしない人はこれをそのままパッとね持たせればいいですし、やっぱりこれ気になるよって人はやっぱりこちらのね手持ちにした方がいいかなと。で、あとそのままこれの代わりに、まあ、ちょっとパンと外しますけどね、こう抜いて、あとそれをそのまま手にこうやって持たせるとかね、こういう風にすると区内を持った状態にできると。で、区内なんでやっぱり投げたりとかね、こうピュッとした時の状態、そちらを再現するためには別途魂ステージとかね、それを使って投げた状態とかアクションポーズを取らせるとかね、そういう風にした方がいいような気がしますね。で、こちらに関してはちょっとね、安定感が悪くはないんですけど、やっぱり倒れやすい。で、倒れた時に、こちらの軸ですね、これが折れたら嫌なんで、やっぱり台座を使って立たせた方がいいと思います。ただ、挟む位置がちょっとね、ここの腰のね、いちご区内のこれが、柄の部分がちょっと出ちゃってるんで、挟む位置がちょっと気になりはしますが、まあ問題なく立たせることができるんじゃないかなとは思います。で、使わなかったっていうかね、使い終わった無双セイバーこのままブスッと差し込めば OK です。で、今私みたくこうやってやると先端とんがってるんで指刺さるんで、パチッと入れるときには絶対ベースですね、まあ鞘自体をグッと握って押し込むと、こういう風にしないとここでね指刺してね怪我したりとか切ったりとかするんで注意ですと。で、それ以外に平手とかね、あとロックシードの方も閉じた状態のイチゴロックシードもついてきてますと。で、こちらの無双セイバーの方にこの開いたねこれをつけることもできますし、まあ一応劇中再現とかね、そういうこともできるようになっております。はい。ではですね、最後にいつものこちらですね、このギミックを使って鎧のディスプレイの方をやっていきたいと思います。で、一旦これちょっと避けときまして、こちらのね一国内もこれは使わないんで避けときますよと。で、この状態から始まりまして、まず必要な部分として頭部、これを抜きますと。そしてこの首周りのこれも取りまして、これも使います。そして手ですね、この腕の側面のこのパーツも使うんで外します。肩アーマーもこれ使うんで抜きます。これ抜くときに根元のジョイントっていうかね、これを破損しないように注意ですと。で、これも同じく外します。そして胸部ですね。胸部パーツもいるんで取ります。背面も取ります。首元っていうかこれも使うんで取ります。で、上半身下半身でここのところで分離させて、腰周りのこれも使うんで取りますよと。はい。で、使わないのが、あ、これも使うかもしれないですね。今回はこちらの腹部パーツは使わないみたいなので、まあ、戻しておけば OK ですね。で、手首パーツに関しては、今ちょっとね、右腕、武器持ちにさせてたんで、これを使ってますけど、今回は、っていうか普通にグーは使うんで、左手からこれを取りますよと。で、反対の右手ですね、そちらに関しては交換時に使ったんで、これをちょっと用意しておいて、まあ、素体としてはこちらは使わないパーツと。で、頭部に関しては前面のマスクパーツですね。これは使わずに、角は使うんで、ここから抜いておきますと。なので、頭部自体はこれは取る。これも使う。で、これが使わないんで、こっち側にね、ドッキングすることができないんで、相変わらず素体に関してはちょっと完全に余ってしまうという感じになっております。そして、背中につけたこちらの無双セイバーですね。これも抜いてしまいますと。で、これはね、一応ホルダーは、まあ説明書の方では特に載ってないですけど、まあホルダーは残してもいいと思うんでね。まあ一応こういうような状態にしてバラバラにしてますよと。はい。で、これちょっと外れちゃったんですけど、これ腰ですね、ここのところからまあ取らないようにして全部元の状態に戻すと。で、もう一本つけて、まあこれで一応パーツの方としては全部バラバラにしたと。で、ロックシードも一個ちょっとね今抜けちゃってるんで、これもないと困るんで、一応こちらもね元の状態に戻したいと思います。
これで以上段取りできたんで、これから組んでいきたいと思いますが、これに関してはいつもと同じパターンですね。まずこちらの部分に対して上の部分ですね、これをここにかぶせて閉じるように前後ろでこれを止めて固定してあげますよと。はい。そしてあと後ろですね、これも固定するように背中パーツをつけて、側面ですね、ここのところもしっかりピンをバチバチっとしっかりくっつけて隙間なく取り付けてあげると。で、反対側も同じように取り付けてあげまして、そして手ですね、ここの側面のところに外したこのパーツをつけますよと。で、あと手首パーツをここのところに、左右決まってるんでね、右左でちゃんとくっつけてあげる。反対も同じくこれをくっつけて、そして側面パーツもくっつけてという形で、まあ、取り付けていきますよと。はい。一応こういう風につきましたら、上半身とこの台ですね、この間にこのパーツを置いて、これで止めてあげると。で、ちょっとやっぱりギュッとね、こう広げる感じになるんで、こう広げる際に、先ほどね、もう先に取れちゃいましたけど、いちご区内とか、あと側面についてるロックシードですね、これがちょっと外れる可能性があるんで、まあ外れたら元に戻すよと。で、もう二度と取らないよと、絶対にこの後ろの区内パーツとかロックシードは絶対取らないっていう人はもう、まあ売らないとかね、そういう方ならもう接着しちゃった方が、まあ動かしやすいかなっていう感じですかね。はい。一応こういう風にできましたと。そしたらあとここのところに肩パーツですね、これをここにパチパチっと入れますよと。で、これ入れる際に根元のジョイントとかね、この辺を破損しないように注意ですと。で、反対側もつけます。で、これつける際にあらかじめ左肩に関してはいちごくらいつけてたら取れる可能性があるんでね、まあ取れた場合は元の状態に戻せば OK です。やりにくい場合は全部外してからつけても OK ですね。まあ一応こんな感じでつけましたよと。で、首パーツをここのところにこいつを入れてあげてから、これの前面に鎧台というかね、飾り台用のマスクパーツをつけて、角をつけて、そしてこちらをここのところにくっつけてあげることによって、飾り台の方にこういうふうに取り付けることができると。はい。まあいつものパターンですね。そしてこちらの刀台のところにこちらの無双セーバーを乗っけると。で、一応一番上に乗っけるって書いてるんですけど、サイズの関係でしっかりは乗らないでね、まあ軽く乗っけてるような感じですけど、こういう風にひとまとめにすることができる。まあこちらに関してはいつものね、共通ギミックという形にはなっております。いかがでしょうかね。今までのやつに比べるとかなりシンプルはシンプルでいいんですけど、取り付ける方法がね、やっぱり普通にピンをスポッと刺すだけなんで、返しとかがないんでね、簡単に取れやすいと。で、特にロックシード、こちらに関しては側面のパーツのね、テンションによって簡単にポロッといっちゃうんで、まあ後ろのね、いちご区内も同様です。かなり外れやすいと。ただですね、こちらと共通ではなく、専用のね、いちご区内が単品で付いてきてるっていう点は非常に良かったです。ただ、相変わらず、素体の方というかね、ボディの方と、あとマスクパーツとかね、この辺がちょっと余ってしまうので、非常にもったいないはもったいないんで、そろそろ素体と言いますかね、ベースで完成するような SIC のね、外務シリーズの保管パーツみたいなね、そういうのも出てもいいんじゃないかなと思いますね。うん。せっかくこういう風にまとめたとしても、単品のね、こちらのボディ側が完全にこんな形で、ね、余ってしまうのはかなりもったいないと思うんでね、そういうのもちょっと実現してほしいかなと。まああと他のね、アームズとかも出てもいいですし、まあ、スイカは出ても厳しいかなと思うんですけどね、まあそういう大型商品出てもなかなか面白いんじゃないかなと思いました。はい。ということで次回ですね、次回は2018年8月編の SIC の紹介が始まるんですけど、実はですね、ちょうど1400回の特別編とちょっと被るということで、次回電王の SIC で1回挟んでさらに月末という形になるんで、ちょっとね、間が1回ちょっと空いてしまうんですけど、 SIC の紹介をちょっとやっていきたいと思っております。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。